ルイス・バスデ・カモニスは、ポルトガル史上最大の詩人とされる人物である。その作品は、ホメーロス、ベルギリウス、ダンテなどの古典詩人と比較される。かつて、ポルトガルで発行されていた500エスクード紙幣に、肖像が印刷されていた。彼の生涯を伝える資料は、多くないが、 ポルトガル王家につながる一族の人間として1524年頃に生まれたと推定されている。ドミニコ海やイエズス海で教育を受け、コインブラ大学でも長考したとされ、古典文学やギリシア語、ラテン語、スペイン語などを学んだ。1549年に初の海外軍役としてアフリカ北西部の植民都市セウタに赴いたが、ムーア人との戦闘で、 右目の視力を失った。ポルトガルのシュトリスボンに帰還後、障害事件で投獄されたが、海外での軍務などと引き換えに釈放された。カモンイスは1553年に、インドにある、植民地ゴアに向かい、戦闘に参加しながら、現地の監修や歴史を学んだ。軍務終了後には、マカオの士官として勤務し、同地で、 彼の代表作になる、ウズ・ルジアダスの執筆を本格的に始めた。1558年に帰国を開始したカモンイスは、メコンダは川口付近で難破し、中国人の愛人を失った。しかし、ウズ・ルジアダスの原稿は守り、その内容は、この難破によって、さらに強化された。1570年、カモンイスは、リスボンに戻り、ウズ・ルジアダスを出版した。 その後セバスティアに一世から、小学の年金を受けたが、1578年には、その王が、アルカセルキュビールの戦いで廃止した秘宝を聞いた。カモンイスが、すべてのものは、私は、我が親愛なる祖国の一員としてではなく、その滅亡と共に死んだことを感受したという事実を見る、ことになると書いたとき、隣国のスペイン軍がリスボンに迫っていた。 カモンイスはポルトガルがスペインと同訓連合を組み、事実上支配下に入った1580年、56歳でこの世を去った。1988年にカモンイスのポルトガル語文学への貢献を称え、ポルトガルとブラジル両政府共同でカモンイス賞が創設された。彼は多くの序上詩や戯曲を残したが、1550年から、 執筆して1571年に、交換、1572年に改訂した、ジョジシウズ、ルジアダスが、最も有名である。カモンイスはこの中で、バスコダガマによる、インド航路の開拓を称賛し、大航海時代で繁栄を極めた、ポルトガル黄金時代の航海者たちを拡張高く、歌った。A.B. ザ・ロイシアズ・ワールド。 デジタルライブラリー2013年9月1日閲覧ありがとうございます。